はい、みなさん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあ、今回も例のあれ関連の新たな情報のアップデートなどをしていくのとともに、あとは衆院選関連のですね、情報についても触れていきたいという風に思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、これからですね、言論統制、弾圧検閲の強化がさらにされていくことが分かってるわけですけれども、そうなった際にこちらのチャンネルもいつまで存続できるか正直分からないところです。なので、そうなった際の新たな連絡次第や日々の情報発信に関しては僕の名刺で X やサブスタックなどで発信をさせていただいております。そちらの URL 概要欄の方に 貼り付けておいいあまますのでで、ま、だフォローやメルマガ登録ななどお済みでないという方は是非よろししくお願いいいたしますというわけで、今回のね、本題の方に入っていきたいと思うんですが、まず最初に衆院選関連のね、お話っていうところですね。まあ、こちらの衆院選も本当各方面でですね、まあ、かなり注目を集めている状況かなというふうに思うんですけれども、まあ、それにあたりですね、やはりこう、半枠会話をね、潰すような動き方というのもですね、え、いろんなところで行われているなというふうに感じる今日この頃です。で、その衆院選にですね、まあ、それこそ50億円ちょろまかし老害っていうですね、まあ、ところ でです、ね、まあ二階敏弘いるわけですけれどもその息子三男である二階信康氏がですね出馬するという形になっておりましてまあ地元和歌山の方でもですね、まあ、演説などされているようなんですけれどもこれちょっとね僕結構個人的にツボっちゃったんですけどあの私には一つだけ武器がありますとそれは若さとふるさとへの思いですっていうふうな形で言ってるんですがいや二つやんみたいな。 <laughs> 若さとふるさとへの思いってなったら二つやんっていうね、話なんですけども。でも実際のお前の武器ってちゃうやろっていうね。まあそういったバッシングが結構出てるわけですよ。まあそれがやはり親父の存在だよねっていうところだと思うんですが、まあまず出馬するのであればよ。じゃあ親父がそのね、ちょろまかしていた50億の行方だったりとか使い道だったりとかどうなっているのかっていう部分全部オープンにしろやってね、ところかなというふうに思いますし、まずそもそもよ。なんか若さとかふるさとへの思いだけで、 当選でできたら苦労ねえよっていうところですし、まず思うのがですね、なんかね、まあこれはもう本当に僕の主観的なお話になっちゃうんですけれども、の若さとかね、言ってる割にはですね、ビジュアルがなかなかやばいなっていうふうに思うんですよね。まあ、46歳なわけですよ。46歳だったらもっと頑張れんだろうっていうふうに思ってしまいますし、あとはですね、やはりこの国会議員とか、まあそういった人たちを見ていてもですね、もうほとんどがクソデブじゃないですか。 で、この日本のですね、国会議員とか政治家たちの給料ってもうほんと他国からしても何倍とかそういう単位でもらってたりとかするし、国民の平均値から考えたら5倍以上の金額もらってたりとかするわけですよ。つまり金持ってるはずなんですよね。 金を持ってるにもかかわらず、まあ、そんなですね、デブ体系だったりとか、まあ、なんかこうビジュアル面でもですね、気が使えないっていう状態って、本当にただ怠惰でしかないと思うんですよね。だから、ま、そのあるリソースを使ってない状態で、そのまま放置状態。で、さらに、ま、聞く話によればですね、一人もよりますけれども、まあ、他国に行った際にはですね、ハニートレにかかっていたりとか、自分から、え、女はいねえのかという感じで,ですね、そのビジュアルで言い始めるっていう風なね、え、感じということで、まあ、よほど政治家の連中というのは、 で、すねさらにですね、このね、衆院選、まあ、それこそ日本クルド友好議連のですね、議員がですね、かなり出てきているということでですね、もう、どの面下げて出てきとんねん、お前らっていうね、話かなと思うんですよ。今、もう、川口めちゃめちゃ大変なことになってますし、まあ、警察も、一応、機能はしてるけれども、法廷の場になった際には言語が通じないということで、保釈されちゃったりとかね、不起訴の状態になっちゃうわけですよね。でまあ、その結果とんでも 犯罪が起きていたりとかまあ実際現地におられるですね方々の声としてはですね子供とですね二人で歩いていたりとかするまあ、お母様がですねまあ、3人組のまあ、よくわかんない国籍の連中で後をつけられてねまあ、しかもなんか話しかけてくるらしいんですけどでそれで家の前まで来てで急いで家の中に入んなかったらですねそいつらも一緒に入ってくるようなね状態にもなりかねないような状況で,で他にもですね三重のロックをねしてるようなまあ、家だったりとかするのにも関わらずそれをぶち破って入ってくるみたいなね、えー、感じあと で今現状都内で増えているのがまあ、金爆強盗っていうところで白昼堂々ですね入ってきてその住民がいれば、えー、手足縛ってですね、えー、現金なり何な,なりあとは車などをですね全て盗んでいくという風な形になっているまあ、これが今の日本の現状ですしこれがさらに拡大していくんですよもうこれはもう絶対に拡大していきますからでそんな状況なのにも関わらずよこの日本クると有効議連とかそういった連中のせいでそういうねまあ、状況作り出されてるわけなんですが何か問題が起きた時には全然出てこないわけですよ姿を表す いわけですよ、ね、でも、こういった衆院選とか選挙になった途端に、地元愛溢れるですね、なんかそういう発言をし始めたりとかですね、まあ街頭演説に出てきたりとかですね、もうそれ批判殺到になるのなんて当たり前じゃんっていうね、話かなというふうに思いますし、あとは他にも笑っちゃうのがですね、急にこの時期になると、なんか庶民のですね、食べ物を食べ始める政治家がいっぱい出てくるっていうところで、それこそ、好きやとかね、まああとはなんか蕎麦食ってるみたいな感じの写真出てくるんですが、普段は料亭だったりとかね、そういう会食とかに使われるような高級な あのところで食ってたりとかするような連中がこの時期になるとそういうねアピールし始めるのってほんと馬なんじゃないかなっていうふうにめちゃめちゃ思うんですよね。もうこんなクソどもですよ。もうオブラートには包みません。もう大暴言スペシャル、も浅村さんを見習ってやっていきたいと思うんですけれども、もうこのさっきの二回の息子に関しても、ま、地元和歌山でですね、あの演説などしてたりとかするわけですけれども、いまだによ、いまだにこのね、え、現状を持ってですね、ま、自民党とか公明党に対して、ま、票を入れようとする人間ってう本当外でしかないんじゃないかなっていうふうに思う っちゃいますよね だって、そもそも破綻した理論で、まあ、消費増税をずっとやってきていて、大企業には還付金が渡り、庶民はもうみんなですね、生活が圧迫されるような、ね。しかもですね、日本全土と考えたらですね、まあ、経済成長はそれで歯止めをかけられているというふうなですね、まあ、レベルの事態にも陥っているにも関わらず、まだ増税を謳っていたりとか、まあ、それこそ例のあれに関するところでも公明党とかね、まあ、自民党もそうですけれども、そういうところが圧線しまくった結果、今、日本ではですね、謎の超過死亡、一応謎ですけれども、謎の超過死亡が 80万人規模にもううっていいると風ううな形ですよねで他にも先ほどお話ししたように、まあ、移民関連のですね、政策を推し進める LGBT 関連のですね、政策を推し進めた結果、日本の治安がどんどん悪化してってるわけですよね。だからこいつら税金で飯食ってる立場のくせに、日本人、日本国民にとって、利、まあ、になるようなこと何一つ行ってないわけですよ。逆に何があるんすかいいこと。何したのっていうね、えー、ところだと思うんですが、僕の知る限りではマジでないし、やってたとしてもそれを打ち消すほどのね、 まあ、外役制しかないっていうところでですと、もう本当にですね、クソの吐きだめ状態だなっていう風には感じるところです。ただまあ、やはりその裏金問題だったりとか、いろんなことでですね、まあこう気づいてる人というかですね、そういった人たちが増えてきてる。まあ、なんか過去のアメリカみたいな感じですかね。まあ、それこそ2016年のね、時の大統領選みたいな感じですかね、アメリカのね。まあ、というのもですね、まあ当時はほぼ確でヒラリー・クリントンが勝つと言われてたわけですけれども、まあ、それこそブッシュとかオバマがやってきたですね、まあクソ政策のせいでも、まあ、アメリカ国民がめちゃめちゃ苦 苦しめられたとで、その結果、まあ、それこそ今まで投票に行かなかったようなそうだったりとか、無党派層とかに関しても、あとはヒスパニック系とかね、まあ、黒人層に関してもトランプ支持を表明してですね、そういった形ですね、まあ、最後の最後で大逆転みたいなね、まあ、形になったわけですね。で、まあ、それに近い状況になんか日本もね、徐々になってきてるのかなっていうふうにはね、ちょっと思っているところではありますと。だが、しかし、まあ、その若者の投票率と、やはりね、まあ、ご高齢の方々のですね、投票数っていうね、部分で考えるとですね、 若者が束になってかかったとてですね、やはりこう、票が及ばないところはあったりとかするわけなんですが、ただまあちょっといろいろな面でですね、まあ様々な年齢層の思考もね、変わってきているというところもありますから、まあちょっとこの辺はですね、見ていきたいなというふうに思います。で、次がですね、例のあれ関連のお話っていうところなわけなんですけれども、こちらがですね、まあ今現状ですね、まあまだまだ耐えないのがレプリちゃん問題っていうね、え、ところかなというふうに思うんですが、まだ一応これですね、10月1日1日の定期接種では世に出回ってないみたいですね。 一応まだ、あのー、とどまってるような形になっていて、予定としては12月から始まるみたいな形になってるみたいなんですけれども、ただまあもう現時点でもですね、まあそれこそ、まあ治験の結果だったりとかそういったね、えー、ものでですね、まあやはり90%以上の副反応だったりとか、まあ様々なね、え、害が出ているという風なね、報告もあったりとかするということで、まあそりゃアメリカとかベトナム治験した国で導入しねえわなっていう話なわけじゃないですか。だって90%以上の確率で、まあその害が出てると言われてるわけですよ。で、それをですよ、何の治験もしない日本に持って、 ってきて、それで科学的根拠に基づいて言ってるんだから、ハマは黙れみたいなこと言ってたりとかするわけですよ。意味が分かんな,くないですか？っていうところなんですがで、そんな中でですね。またメディア操作でした。っていうところで、まあそれこそ日本看護倫理学会がですね。x をもう全削除したと。まあ、このレプリちゃんに関するところの投稿を全削除したという風うにですね。fnn なのでまあ報道されてたわけなんですけれども、なんとですね。この日本看護倫理学会からですね。声明が出まして、この同学会は過去 x っていうのポストはしてません。とこの件について。 コストしてませんというふうな、ねまあ、声明を出しているということで,です、ね、あ、なるほど、そういうことだったのでっていう、ねえー、感じで,で、すね僕もですねこのメディア操作にちょっと惑わされてしまって、ですね日本看護理学会に対してです、ね、まあ、ちょっとですねやじというか、ですねそういったものを飛ばしてしまいましたので、本当にそちらの方申し訳ございませんでした。 まあ、なのでですね、この日本看護理理学会はもう全然ね、まあ戦う姿勢というかですね、今までとスタンスは変えずにいるというふうなところでですね、まあこういったね、医療業界のですね、まあその一部たるですね、こういった組織がですね、まあこういった動きをしてくれてるのは非常にですね、まあ重要なファクターになるのではないかなというふうに思いますし、まああとはね、明治生科ファルマが今訴えをですね、この日本看護理理学会と、あとはまあ m n のですね、まあ中止を求める国民連合とかその辺をですね、まあ訴えたりとかね、まあしてたりとかするわけなんですが、一応相乗はまだ届 届いていないといとうわけですね、まあ、なので、まあ、裁判自体が本当にされるのかどうかまあぶっちゃけ向こうもですねもうロジックが破綻してるわけなのでいろんな材料を出されたらですね結構負ける確率高いんじゃないかなと思いますしそうでなかったとしても まあ自分たちで自分の首を絞めるような、そんな形になるんじゃないかな、というふうには僕は思うんですよね。だから、ある意味、苦し紛れの牽制みたいなところで打ってきた球ではあったりとかすんのかな、というふうなところはあるんですが、ただ今現状もすでにね、警察も司法も、まあそういったですね、グローバリズムというか、そういった手の中に落ちてたりとかするところもありますから、もうめちゃめちゃねじ曲げられてですね、え何か結果をですね、操作されることもですね、視野に入れておかないといけないな、というふうに思うところです。で、まあそんな中ですね、まあ最近だと、西田敏之さんですね、亡くなられた たとということで僕は結構釣りバカ日誌とかがですね昔から好きでね、まあ、自分自身も釣りとかめっちゃ好きなんですけど、まあ、よく見ていたっていうところで、まあ、そんな印象が強かった俳優様なんですがご冥福をですねお祈りしたいと思いますでこの死因がですね公表されたわけなんですが虚血性心疾患ということですねもうこれめちゃめちゃ効くじゃないですかこの死因というかですね、まあ、症例というかですね、まあ、これやっぱ主にですね動脈硬化とかあとは血栓ですねそれでまあ心臓の血管が狭くなって突然ね、まあ、亡くなる というふうな形になっている。この巨結性心疾患がある時期からめちゃくちゃ増えているわけですよ。で、しかもこの西田俊幸さんはまあ例のあれのですね、広告等でもあったというふうなねえところもありますので、やはりご自身もやられてたんじゃないかなというところですよね。まあただそれが必ずしも死因かどうかっていうのはわかりませんけれども、ただ数がでまあ膨大だっていうところで考えるとその可能性もあるのかなというふうに思うところです。で、そしてこちら最後なんですけども、これクソすぎますよ。あの M 社まだやんのかってところなんですが、 ただ、例のあれの研究開発とか、あとは生産拠点を設けるために、あの神奈川県の藤沢。 市の方にですね、その工場とかを開設するというふうに発表したっていうことで、まあそれこそ今後ですね、まあ例のウィちゃんとかインフルの今後のあれに関してもですね、まあ生産もしていくということでですね、発表しているわけなんですが、もうさ、マーケティングとか、まあそういった単位で、この例のあれってもう売れないこと分かってるわけじゃないですか。だってもう大量破棄してんだぜっていうね、えー、話なわけですけれども、まあこちらはですね、2027年の稼働、まあ残りね、まあ3年内ぐらいですかね、まあそんぐらいでですね、稼働 させるるというなな形になってるみたいいなんですすけれどもまあこういったた工場をね建設するとただ僕はですねこの結構稼働とかそういうのじゃなくてこの工場を設置することに何か意図があるんじゃないかなって思ってるところなわけですよまあそれこそですねこの騒ぎが起きたまあある種のまあ現況というかそういったところではやっぱ武漢の研究所とかそういったところからの漏洩みたいなものがねまあったりとかしたと思うんですよねだからある意味この工場さえ設置してしまえば中がね何が作られてるのかとかそんなもん関係なくて何 何かが漏れたみたいなことを言ってしまえばですね、ま、様々なパニックを引き起こすことができたりとかもするっていうね、そんな状態なわけですし、あと2027年というタイム感がですね、ま、なんかこう、なかなかですね、ちょっときな臭く感じるところで、ま、やはりですね、今のね、現状の戦争の流れとかそういったところでも2027年頃にですね、日本もその戦争のね、ま、中に参戦する形になるんではないかというふうな、ま、そういった頃合いでもあったりとかするわけですよ。やはりそうなった時にですね、緊急事態条項とかですね、 まあ今、緊急政令という名前にね置き換わってますけれども、そういったものがですね、導入されてですね、実施される可能性も高いんじゃないかなというふうに思うということでですね、もう本当政府主導でですね、こういった M 社とかに対して補助金とかを出して、こういった建造とかをですね、手助けしてたりとかするわけでも、政府はグルなんですよね。だからこの動き方って言っても、国民の意思とか全く関係なく、ガンムシの状態でね、突き進んでるわけですから、一人でも多くの国民がこれにね、気づいていかないと本当にやばいかなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんもですね、 周りの方に情報拡散していっていただけたらという風に思いますので、よろしくお願いいたします。またですね。この間に関するえ情報ありました。ら僕の方からもお話ししていきたいという風に思いますので、ぜひ今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。で今ですね。この youtube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては、僕の教えで x やサブスタックなどで発信をさせていただいております。そちらの url は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、まだフォローやメンバー登録などお済みでないという方はぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、皆さんバイバイ？